まあ、自分一人が、なんだ。ベノモード。こんなのわかんないだろう。おい、トンネル狙ってるなら俺抜けますよ。大事村人なんて時間がもったいないから。だからさっきも言ったけど、リーチになったらできない時間帯が増えるから、頭使わなきゃいけねえから。スーパースターってちゃんと考えてやってるでしょ。できるプレイヤーって安易に釣られたらダメだから、自重しなきゃいけない時の時間帯が出てくるんですよ。で、野良カバーしてくれないと、かなり厳しいっていう。カバーなし、で、俺リーチやめますよ。なぜかっていうと、時間がもったいないし。俺はチェイスをする人じゃないから。うん。チェイスをする人ではないんです。チェイスのプレイヤーじゃないから、俺は。やべえな、俺も。オフレコとかもついてねえからしょうがねえけど、リーチになるとね、うつごう出るよ。俺ちょっとやめるよ。もうちょっと2試合連続とかだと時間もったいねえんだわ。ヒルジャンってもう勇敢なプレイヤーだから、基本的に勇敢なプレイヤー。ヒルジャンが仕切りプレイするわけにはいかないから。ゼノモフ多すぎ問題だから、もう今はもう私は安全策取らなきゃいけない時がたくさんあるよ。ピンチじゃない人にはなんだなぁ。こってさ、こうのこっち？さあ、今日無人に焦がれてる。
いやーダメだねこのネアカールソンって。本当にこの人、こういう野良の人が一番困るんだわな。俺別にあのさ3人でどうやってやんの。一応やるけどさ、これほんとやめたいよ俺。パパ木村ゆいがわざと入ったんかな。あとしたらあれだけどこうなるわな。やられればいいんだよ簡単に言うと。お、悪いけどもうこれを狙ってきてる。もう絆で見えてたらドン引きだけど、まあいいんじゃない。絆で見えてたらドン引きだけど、スーパードン引きプレイだけど。え、今回したのかな、ニコラス・ケイジは。あー、ニコラス・ケイジのところに行きたいんだかな。回復するの持ってんのかな、来てくれればな。待て、ニコラス・ケイジ多分回したんでしょ、多分。うわ、ということか。あ、じゃあ回さないといけねえ。問題点は他の二人が回さないってどうやって勝つの。どっちか回そう。来る来る来る。ノーワンチェッカーでもしまった。危ねえ。あーもう迷惑に被ってるが、疲れるよな本当に。またあれだよ。ほんと。また俺が仕事した感じだよね。発電機バーンすることって別にあれだからね。どっちかしてくんねえかな。抜けるなら抜けるでいいよ。こっちでもいいんだけど、配慮してくんねえかな。ほら、スキルチェック外してっからよ。やばいんだよ、もう。間に合わないよ、スキルチェックが。もう、最短で来てくんねえと、無理。あ、やば。無理、スキルチェック。最短で来ないと無理。よし、回復しよう。
よし、抜けよう。俺がヒロちゃん、デッドバイのエース、スーパーエース。勝利の女神がね、またヒロちゃんを負けさせられないってことがね、困ったね。2試合連続。ヘイトの位置が見えてるから別に失敗してもいいんだ。大事なのは、引きつけることだから。キラーこっちに引きつければいいし、やられたらしょうがねえけど、まあ最後のやつはもう大、あれだけど、もうチェイスする場所ないんだもん、もう。よかったです。うん。